おはようございます、ジンムです。今日はですね、初めての試みで質問回答コーナーをやっていきたいと思います。わーい、パチパチパチ。チャンネルのコミュニティの方で質問を募集させていただきました。たくさんのご質問ありがとうございます。とっても嬉しいです。その中でもいくつかピックアップしてコメントに1個ずつ答えていくような動画にしようと思っています。まあラジオ感覚とかで聞いてもらえると嬉しいです。あともう一つお知らせがありまして、この度ジンムの YouTube のチャンネル登録者数がなんと1万人を突破しました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当にいつもねご視聴いただき本当にありがとうございます。本当はペコリっていうエモートやりたいんだけど、ペコリがね手に入ってないんですよ、ジム入ってない、悲しい、焦っとくか。1万人の方にチャンネルを登録してもらえるなんてとっても光栄です。でこれからも割とマイペースにはなるのですが、あつ森を中心にゲーム実況の方を投稿していきたいと思うので、よかったら今後ともよろしくお願いします。それでは早速質問に答えていきましょう。初コメです。いつも楽しく見させてもらってます。1、島の名前の由来は。2、好きな住民3人教えてください。3、島の名前は他に候補ありましたか。島の名前の由来はすごく単純です。神武なので、神武の無人島、神無人島です。好きな住民さんは今住んでいる子で、強いて順番をつけるとすると、チャチャマルとアビモネ時代から一緒に住んでいたドレミちゃんと、あと最近急に引っ越してきたこのエリアも作ったばっかりなんですけれど、今カモミちゃんに結構夢中になってます。あのくちばしがお揃いで並ぶのが大好きです。島の名前の他の候補は考えてなかった。人無人島ゴロイージャンに即決しました。おはようございます。いつもこっそりとジンムさんの投稿を見させてもらっています。ジンムさんの島がとても素敵なので、島づくりの時参考にさせてもらってもいいのでしょうか。もちろんです。参考にしてください。参考にしてもらうためにジンムは島クリエイト動画を投稿しています。ぜひね、あのまねっこでも全然いいので、よかったら参考に島づくり一緒に楽しんでいきましょう。おはようございます。よかったら物をいっぱい置いててもごちゃごちゃしないコツを教えてほしいです。ジムの島ごちゃごちゃしてませんごちゃごちゃさせてるつもりでした。なのでごちゃごちゃしないコツはわかんないんですけど、まあ、でもちょっとねこういうスペースの区切りをつける、例えばここのいっぱい家具が置いてあるエリアを1セットで、ここのエリアを1セット、川を越えた先のエリアを1セットみたいな感じで、エリアを区切って家具をまとめておくと、ごちゃごちゃしないかはわからないけれど、まとまりのある感じにはなるかなと思います。おはようございます。 Q&A 動画待っていました。ジンムさんのお気に入りの家具を教えてください。スターライトとレコイザー以外もぜひ、お気に入りの家具結構いっぱいある気がします。例えばこちらにも飾ってあるアンティークなミニテーブルは3色展開があると思うんですけれど、3色ともこの上のひらひらが可愛くって使っていたりとか、あと暖炉ですね。暖炉もいっぱい色展開があるんですけれど、こうやって裏返しにしてカウンターにしている箇所が3箇所ぐらいある気がしますね。めちゃお気に入りです。木製のサイドテーブルもこのちっちゃく本が入ってるところもお気に入りだし、木製シリーズはリメイクでいろんな色にできるところもお気に入りでめちゃめちゃ使ってます。あとはこの丸太のソファーとかもクッションのリメイクに加えて木の色もリメイクできるので、組み合わせが無限大だなって感じてすごくいっぱい使ってます。まあ、とにかくお気に入りの家具は多いです。家具かわいい、あつ森の。
お店とお店をつなぐ道とか移動スペースというか空きスペースをどうしたらいいか悩んでいます。ただ木植えてもあれだし、家具置くにもテーマが決められず迷ってしまいます。教えてください。これからも応援しています。ありがとうございます。つなぐ道の話ですね。ジムはとにかくこう崖を作って移動スペースを作っています。ここもそうだし、ここもね、崖を隔てて別のエリアに侵入できたりします。で、この隙間には必ずと言ってもいいほどこちらの枕木のマイデザインを引かせてもらっています。こういうね、道っぽいマイデザインがあることで、こっちに進めるよっていうのが伝わるかなと思うので、こんな感じで引くのがおすすめです。結構ね、細道がジムは好きなので、こうやって空きスペースを埋めています。これから先お迎えしてみたい住民さんはいますか？気になります。います。めちゃめちゃいます。いっぱいいます。一番お迎えしたいなと思ってるのは、飛び盛り時代から大好きな雪見ちゃんで、その次ぐらいに加入したいのが大人系のナタリーちゃんか、今回の新キャラクターのみすずちゃん。この二人はね、色が綺麗だなと思って。あとね、でも他にもめちゃめちゃ気になる子たくさんいすぎて困る今いる子も大好きだし、新しい住民さんにもいっぱい出会いたいです。こんにちは、初めてコメントします。いつも楽しく拝見しています。私の島は平面でとても狭くて面白くないなって感じなので、ジムさんの島がとても羨ましいのですが、島を作り直すにもどこから手をつけていいか分かりません。ジムさんはどこから作り始めましたか？全体像を決めてから作っていますか？ありがとうございます。この悩み抱えてる人多そうだよね。ジムはね、でもね、結構ノープランなんですよね。そして結構一回作ったところをめちゃめちゃぶち壊して作り直しやってます。結構このあたりも動画のね、昔の日常実況を見てる人だったらもしかするとわかるかもだけれど、全然違ったんだよね。このあたりは1段目まで掘ってあったりとか、チャコくんとペーターくんちのお家並べたのも、最近といってもこのしまくりを始めてからだし、ロボくんのところの地形とかはもう生放送とかでめちゃめちゃ適当に決めた感じだから、何も全体像決めてないですでも意識してるのはそうだな、とりあえず住民さんのお家を建ててみて、でその周りで崖を作って住民さんが住む姿をイメージしながらクリエイトしてるかな。もしくは適当に地形をこんな感じかなーって適当に掘り進めて、でポンって住民の家を決めて、じゃあ家具とか置いていってみようみたいな感じでやってます。ちょっと説明も難しいんだけれど、一つ一番言えるのは、とにかく一度作ったものがもし気に食わなければ、ぶち壊して新しく作り直すのがおすすめです。新しい気持ちで作り直すのとっても楽しいので、ジムの島もね、だいぶ初期から変遷があります。ぜひ島くりをね、楽しんでいきましょう。おはようございます。素敵な島でいつも見た参考にさせていただいてます。質問です。島くりをするときに地形や家具の配置はあらかじめ考えていますか、それともやってみながら考えていく感じですか。崖をうまく使って奥行きを出したいのですが、何かコツってありますか。これからも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。家具の配置は先ほども少し被っているんですが、完全ノープランです動画をね、回してから考えてます。なのでジムの動画はね、すごく悩みながら配置していることはすごく伝わると思います。いつもね、めちゃ長い動画になっちゃうんだけど、しまくり動画あれでもね、だいぶカットしてるんだよ。もうちょっと待って、サメ、よしよしよし、じゃじゃじゃん、あ、ちっちゃかったちっちゃかったです。なんで考えながら作るのが好きです。崖の奥行き難しいよね。これって奥行きって言えるのかなでもとりあえず作っている途中でちょいちょいこういう高台に登って、高いところから見た時の見栄え大丈夫かなって
ちょいちょい確認するようにして、物足りなかったら楽器を追加するなどやっています。質問させていただきます。崖の後ろなど見えないけれど空いてしまうスペースはどうしていますか？もうすぐ登録者1万人ですね。ジムさんの島作り大好きなので、これからも応援しています。ありがとうございます。1万人もありがとうございます。崖の後ろ、こことかそうかな。崖でこの手前が見えないんですけれど、完全に道にしてますね、ジムは。この崖の後ろの道ってさ、なんかワクワクしない？そのワクワク感を逆に使ったりとか、あとロボくん家ではやってるんだけれど、もう完全にね、こんなところに家具を置いても木とか崖で全く見えなくなるみたいな場所には、こんな感じで息を引いて、ここには家具置かないよって感じにやっています。こうすることでね、無駄な家具というか見えない家具をあんまり置かなくて済むし、しまくりもすごくやりやすくなるかなって思います。ジームさん、こんにちは。ずっと見てはいたのですが、初コミ失礼します。動画いつも楽しく拝見しております。あずもり内にまだない家具で、こんな家具あったらいいなと思うものを考えてみてほしいです。ジームさんの無理のない範囲で動画投稿頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。頑張ります。いや、これ面白い質問ですよね。ない家具で欲しい家具か。でもジムはポケキャン、あつ森のスマートフォンのアプリであるポケットキャンプもやっていたので、そこに出てくる家具とかは結構欲しいなって思うものが多いです。お気に入りの家具がペーターくんのパン屋さんシリーズなんですけれど、パンがね、ショーケースに入っている家具とか欲しい。なんかよく前デザインでさ、書かれている方いるけれど、めちゃめちゃすごいんだけれど、やっぱり立体感、こういった果物みたいな立体感のあるパンが食べたいなってジムは思っていて、でそういったね、立体感のあって、なおかつこうやって背景とかにも使えるような家具がもっとあったら嬉しいなって思います。あの木製の本棚はめちゃめちゃいい家具なんだけれど、ああいう感じで中にパンが入ってたりとか、豆ちゃんとか入ってたりとか、そういった、なんか食べ物ばっか言ってたわまあでも食べ物じゃなくてもいいんだけど、そういった感じのショーケースみたいな家具いっぱい欲しいなって思います。そしたらね、いろんなテーマでお店作れるしね。いつも本当に動画が素敵すぎて、どしどし参考にさせていただいてます。いくつか質問失礼いたしますということで、少し被ってる質問もあるので、上2つを取り上げさせてください。で、私の島にはクリスチーヌちゃんとフランソワちゃんがいるんですが、2人のお家周りの想像が全くつかなくて、よろしければアドバイスをお願いしますと。正直岩がとても邪魔なのですが、どのようなところに岩を置いていますか？岩固定などしていますか？フランソワちゃんち、これジムの島のフランソワちゃんなんだけれど、やっぱりこういう双子系のお家というか、似てるようなお家は横に並べたいですよね。ジムだったら、あのペーターくんとチャックくんちみたいに横に並べて、お花屋さんの色合いを若干変えようかな。フランソワちゃんは緑だけど、クリスチーヌちゃんは赤っぽい感じにして、赤と緑だとクリスマスになっちゃうか、黄色っぽい感じとかにして、なんか違う色合いを出すお花屋さんを作ったりとかまあでも全然、あのこういうお花屋さんで全部統一して2人のうち作っちゃうのも全然可愛いかなって思います。アイドルだから、アイドルのライブステージとかも作ってみたいな。いや、妄想が広がりますね。もう一つ、どのようなところに岩を置いていますか？岩固定などしていますか？してない。まだしてないです。する予定はどうだろう。自然と集まったら頑張ります。めんどくさいのちょっと嫌い。島を作り直すとしたら何のテーマにしてますか？いつも参考にさせていただいてます。作り直しするとしたら、もっと自然な形にしたいかも。ジムの島、自然はあるんだけど、まあ、どこか都会感というか、お店がいっぱいなので、言うても木の本数とかは他の人に比べると少ないかなと思ってて、そこをね、なんか木をもりもり生やしたりとか、なんかただただ崖があるエリアを作ったりとか、広いスペースを使ってなんか広大な土地の島を作ってみたいなと思ってます。でもスイッチがね、手に入んない。二つ目欲しい。作り直し
するのはやっぱ完成させてからかなと思うので、ジム人とはまだちょっといっぱい完成してないスペースがあるので、いつになるかなって感じです。でもその分長く楽しみたいと思います。ジムさんこんにちは、いつも動画楽しみにしてます。ジムさんの島の住民の子たちとっても大好きなのですが、この先誰かが引っ越したいって言った時には引き止めず、その子の旅立ちを応援しますが、できればみんなジム人島にずっといてほしいぐらい大好きです。この先ジムさんの島を開放する予定はありますか？いつか遊びに行ってみたいです。ありがとうございます。引き止めるのは我慢します。我慢します。基本的には見送ると思います。でも頻度はあると思うので、すごく長くいた子、写真もらえるくらい仲良くなってから見送るっていうのは徹底したいなと思っています。いやでも寂しい、寂しい。ジム人島の開放はしたいと思ってます。ただ全然しまくり終わってないので、特に入り口周りができてないからさ、入り口みんな迎え入れる場所なのにね。なのでそのあたりを作っていってから開放をしたくって、やり方はまだ考え中なんだけど、ツイッターとかで募集かな、なんか YouTube でうまくやる仕組みあったらいいんだけどね。ぜひ気長にお待ちいただけると嬉しいです。はい、こんな感じで集まりの質問どしどし答えていきました。続いて少しだけジムとはみたいな、ジムさんってどんな人みたいな質問もいただいたので、そちらにもね簡単に回答しようかなと思います。いつも楽しい配信をありがとうございます。私からの質問です。ジムさんとジム人島の住民さんのファンアートを描きたいのですが、ご迷惑ではないでしょうか。初めてプレイした動物の森シリーズはツイッターでポケモンスナップについてつぶやかれているのを拝見しました。ポケモンもお好きなのでしょうか。ファンアートめっちゃ嬉しい。描いてもらえるの大光栄なので、ぜひねツイッターとかでお届けしてもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。人のイラストを見るのがただでさえ好きなので、ジムのことを書いてくれるとなるとめちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。初めてプレイした動物の森シリーズはね、正直忘れちゃったんだよね。多分ゲームキューブとかでもやってたと思うんだけれど、あんまり覚えてなくって、あれゲームキューブで森って発売されてたっけって感じで、で一番やっぱ印象に残ってるシリーズは飛び森です。飛び出せ動物の森がめちゃめちゃやったかな。プレイ時間がとんでもなかったです。でももうすぐ集まりが追い抜きそうです。ツイッターでポケモンスナップについてつぶやいたんだけど、ジムポケモンも大好きで、ずっとねポケモンマスター目指してました。ポケモンマスターっていうのはあれです、ポケモンのバトルで勝つこと。でポケモンのゲーセンとかしたりとか、バトルとかするのも好きだし、あとキャラクター自体もめちゃめちゃめでます。ピカチュウ大好きです。なのでいつかねポケモンのゲームも少しみんなと共有できたらなと思っています。いつも動画楽しみにしています。質問なのですが、ジムさんはあつ森以外に好きなゲームはありますか。そう、ポケモンも好きなんですけれど、ジムはそもそもゲームが大好きです。あつ森が今私正直プレイ時間は一番長いんですが、ポケモンと、あとここんとこ最近ずっとハマっていたのがファイナルファンタジー14、 FF14 ですね。 MMORPG なんですけれど、オンラインでいろんな人たちと自分のキャラクターを使ってコミュニケーションを取りながら、ファイナルファンタジーならではの壮大なストーリーを進めていくことができるようなゲームです。とにかくグラフィックが可愛いし、キャラクターも可愛いし、あとこういうね写真を撮る機能がめちゃめちゃ充実してるんですよ。こういうスクリーンショット撮ると思うんですけど、集まりでも。一応いくつかポンって載せるんですけど、こんな感じで可愛いキャラクターをひたすらスクリーンショットを撮るのが大好きです。あともう一個ね、集まりしまくりこうやってやってってるんですけれど、その根源というか、なんでこういうのが好きなのかっていうと、FF14 のハウジングって機能があって、
これは一つのお家を買って、その中を自由に家具でレイアウトできるんですけれど、もともとね、そのハージングをするのが大好きで、いろんなね、タイプの家を作っていました。ファイナルファンタジーも特定の家具があって、でその家具をどう組み合わせるかっていうのが重要になってくるようなゲームなので、もしね、興味がある人いたら教えてください。なんかその家の中の紹介動画とかも届けられたらなと思っています。めっちゃ宣伝しちゃった。とにかくでも他のゲームも大好き、あのスマホゲームもソシャゲも大好き。アイドルマスターシンデレラガールというアイドルの音ゲーとかにはキャラクターが好きで課金してました。まあ、とにかくこういう 3D のグラフィックが可愛いゲームが好きですね。いつも素敵な動画をありがとうございます。島国のアイデアの参考にしているものはありますか？写真集とか映画とかお好きなものがあれば教えていただけると嬉しいです。どんなテイストの島国も素敵なので気になっていました。ああ、参考か。写真集とか映画とか、あんまりリアルの世界では参考にしてるものとかないかも。あ、でも一応海外の風景とかは Google で検索して、で画像一覧を見て、あ、こんな街があるんだなっていうのを確認して、参考にはしてないかもだけれど見たりとかたまにします。どちらかといえばやっぱり他のゲームとかゲームの中のグラフィックの世界を参考にすることが多いです。 3DCG で作られた世界、例えばマイクラの動画とかも参考になるかなと思うし、なんか全然直接的に参考にしてるわけじゃないんですけれど、普段からそういう画像を見るのはとても大好きです。あと 3D 空間でぐるぐるとカメラの角度変えていろんな角度から見るのがとても好きです。最後、これが一番ぐらいによく聞かれた質問なんですけれど、職業は何をしていますかっていう質問です。あつ森界隈の人って結構デザイナーさんとかイメージされてる方が多いと聞いて、ジムもデザイナーさんですかって聞かれるんですけれど、ジムの職業はエンジニア、プログラマーといった方が分かりやすいですかね。こういったね、あつ森のようなゲームを作るような人と職種的には一緒な感じです。ジムはその中でもゲームもね、作ったこともあるんですけれど、主にスマホアプリの方の開発をやっています。ジムは自分が作りたいなと思ったアプリとかを自分で作ってみようみたいな感じのエンジニアで、趣味も聞かれたんですけれど、趣味もそんな感じですね。なのであんまり仕事と趣味の境界がない感じの私生活を送っております。みんなプログラマーってイメージつくかな。もしなんか気になる人がいたらコメントください。はい、いかがでしたでしょうか。雑談的な感じで質問に答えさせていただきました。本当に皆さん質問ありがとうございます。今回答えられなかった質問にもまた答える機会を設けたいなと思うので、よかったらね、また質問とかしてください。でもちょっと緊張しちゃった。あんまりこれ初めての企画だったので緊張しました。いつも本当に皆さんジムの動画視聴してくださってありがとうございます。今度ね、1万人突破記念の生放送も企画しているので、よかったらね、遊びに来てください。そちらでも感謝をお伝えできればなと思います。もしこのジムの質問回答が参考になったよとか、ジムのことを応援してくれるよって方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方のポチをお願いします。ジムはツイッターもやっているので、概要欄からフォローしてくれると嬉しいです。それではジムでした。バイバイ。